さあ始まりましたSEMトーク。まずは自己紹介お願いできますでしょうか。Square Enix 所属の、サウンド部で作曲をやっております Mizuta Naoshi と申します。はい、よろしくお願いいたします。ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジンという作品でメインコンポーザーを担当されるとのことなんですけども、はい、これはどういった作品になるんですか。これはですね、まあ、FF シリーズのスピンオフという形になるんですけれども、はい、まあ、アクションロープレーみたいな感じのゲームですね。はい、やはりそのアクションが入ってくるっていうことで、曲もそういう感じに。そうですね、今までとは全然違う感じにしようかなと思ってやってるんですけど、はいはい、いかがですか、その違う感じという今おっしゃられましたけども、それをやられてるっていうのは難しかったりするんですか。うん、そうですね、難しいってことはないんですけども、あんまり多分僕のイメージじゃないような曲をやってるんじゃないかなって自分では思うんですけどね。はい、ご自身でやっぱり自分はこういうのが得意だとかいうのはあるんですか。基本的には FF11、まあ、としてなんとなくイメージされることが多いと思うんですけども、はい、まあ、自分の中では多分それは音楽の範囲で言ったらごく一部しか使ってないような感じで、はい、別にそれだけやってるわけでもないんだけどなっていうのは、まあ、なんとなくはあって、それ以外の、まあ、7割8割ぐらいのところをいろんなゲームで使ってるっていう感じですかね。そうですよね、やっぱりこう、はい、ゲームね、特に RPG はいろいろな場所に行けば音楽も変わりますし、はい、ゲーム内でいろいろなジャンルが作れないとと言いますか、はい、まあまあすね、作ることがあるということですよね。はい、制作する中での喜びみたいなのはあったりしますか。やっぱり映像と一緒に流れる音楽なので、曲だけ聴いて、まあ、もちろんいいのができたなという時もあるんですけれども、こう画面とかストーリーとか合わさってその曲が流れた時に、なんか自分の思ってたものよりもすごい大きな感動的なものになってたりとか、おーっていう感じになってたりとか、想像を超える時がたまにあるので、はあ、そういう時はすごく嬉しいなとか、あとまあチームでやってる醍醐味だなっていうことはありますね。特にこれは良かったな、ハマったなっていうのはありますか。特にハマったな、そうですね、どれもそうやと思うんですけど、まあすね、結果としてFFオリジンの新作のムービーとかやの曲作ってるんですけど、はい、結構いい感じにできたなっていう感じでやってたりしますけど、いいですね、最近のやつが、はい、